真庭市の蒜山高原に今月11日にグランピング施設がオープンします。注目のスポットを一足早く取材しました。グランピング施設がオープンするのは真庭市蒜山上福田にあるマウンテンシーガーデンです。レジャー施設蒜山高原センターの近くに大型のドームテントが5棟並びます。部屋の広さはおよそ40平方メートル。子供連れの家族4人がくつろげます。部屋によっては動物をテーマにしたモニュメントや椅子などが置かれていて、トイレやシャワーも備えられています。敷地からは中国地方最高峰の大山が見えるほか、目の前には牧草地が広がり、リゾート気分を満喫できます。すでにバーベキューの店がプレオープンしていて、高原の景色を眺めながらラム肉などが味わえます。臭みもないので食べやすいです。柔らかいです。泊まってみたいなって思います。蒜山をすべて一望できる場所なので、まあ、ここでお食事していただいたり、まあ、星空眺めていただいたりするのが一番の贅沢かなって思ってます。宿泊料金は一棟貸し切りで35,000円からとなっていて、蒜山の新たなスポットとして注目を集めそうです。